子先生と学ぶ鏡版。今日はメバルの求愛について、説明したいと思います。やべ、おしっこしてきますわ。はい、パーコ先生こんにちは。はい、こんにちは。ちょっと忙しくて、はいはい、動画のアップがちょっとおざなりになってしまいがちなんですけど、まあ、夏だと、はい、ですね、ちょっとまたペース上げていきたいと思いますが、はいはい、どうですかこのメバルの群れ。うわ、すごいですね。これはいいでしょう。これ葉山、これ三浦です。そうですよね、はい、そうですね。で結構三浦多くて、はいはい、多いです。で透明度もこの日良かったんですけど、このみんなが安全し、はい、停止してる下でメバルが群れてるんですけど、はい、これ前もあの出したことあるんですけどね、はい、メバルの求愛が特徴的なんですよね。そうですね、はい、はい、ちょっと見てほしいんですけど、この今行ってこの前に回ってここでおしっこをオスがメスにかけて求愛するっていう。うーん、はい、僕はこの前の時も、前この動画上げた時も言ったんですけど、おしっこをかけた後に何事もなかったかのような顔をしてるメバルがすごい好きです。それをもうこれで最後なんですけど、はいはい、スローモーションでいきます、はい、こういきますよ。ここでオスがメスの顔の前でおしっこかける、求愛してこれこれ確かに何事もなかったような顔してますね、はい、っていうことでした。あ、なるほど、はい、素敵な動画ですね。では最後に今日も一言お願いいたします。はい、おしっこかけてこん。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。やった。